今日はですね、早生まれの子の勉強方法っていうお話をしたいと思います。っていうのも僕が日々ですね、いろんなこと、いろんなお家に行っていろんなおしゃべりしてると、うちの子アホなんですっていう方が結構多いんですね。で、特に小学校1年生、2年生、3年生ぐらいの子で、うちの子アホなんです、もうどうしようもないんですっていう方のお子さんっていうのは、揃いも揃って皆さん早生まれなんですよ。4月から3月生まれ、早生まれですね。でもっと言っちゃうと、中学校入ってもね、中学校入っても早生まれの子っていうのはアホな子が多いです。もう全然勉強しないみたいな子が多いですね、早生まれの子は。ですよ。でこの理由っていうのをしっかりお伝えしてます。でこの理由が分かったら対応策も分かるし、もし早生まれの、ね、お子さんがいらっしゃるんだったら、しっかり教育できるようになります。なんでちょっとしっかりお話ししたいんですが、ついさっきもですね、小学校1年生の、ね、男の子と僕喋ってたんですよ。男の子を持ってる、お母さんと。でその男の子っていうのはですね、2月生まれなんですね。2月生まれで、2月生まれって勉強できなくなりがちなんですよ。これなんでかっていうとですね、あの脳みその発達段階の話ちょっとするんですけど、脳みそっていうのは体の一部ですよね。脳みそ、こう脳みそは頭に入ってますよね、こうやって。で体の一部なんですよ。でだん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 大人になっていくわけじゃないですか、僕らは。こうやってで脳みそも大きくなったりシワが増えたりするわけですよね。でもちろん脳みその話なので、これあの脳みそがどうやって発達していくかっていうと、だいたい10歳ぐらいまで発達し続けます。脳みその大きさとか、まあ、神経とかはちょっと別の話なんですけど、まあ、要するに10歳ぐらいまで発達すると思ってください。で発育的にですよ、10歳ぐらいになるとだいたい落ち着いてきますね。発達の段階が緩やかになったりします。ここまでいいですか？っていうことは、9歳の子と10歳の子では全然差があるし、8歳の子と9歳の子でも全然差があるんですね。わかります？じゃあ10歳になったらどうなるかっていうと、あんまり差がなくなります。10歳も11歳も12歳もそんな差がない。っていうことは、この時に勉強したらしっかりと追いつけるんですよ。大体10歳って小5ぐらいですか？小4、小5、小6とかそのくらいですよね。これが脳みその発達段階の話です。でもこの時に勉強しない子がいるんですよ。しっかり脳みそは落ち着いてるというか、みんなに追いついてるにもかかわらず勉強しないと。これなんでかっていうと、やる気がなくなるから。やる気ない、自信ないですよね。もう僕なんてアホだからやってもしょうがないとか、勉強つまんないとか、そういう話ですよ。で、やる気なくなっちゃって勉強しなくなるわけですよね。そうすると本来だったら追いつけるはずだったもの、もしくはもっと上までいけるものはずだったものが、いけるどころかずっと底辺這いつくばるわけですよね。底辺這いつくばるというのはこう点数の話ですよ。点数が5点とか35点とかになってくるわけですよ。ずっと勉強しないから。こうなんないために、じゃあどうしたらいいかっていうと、自信をつけさせるとか、勉強をやる気にさせるってことが超重要なんですね。勉強好きと。で、これを聞いたときに、小学生ぐらいのお子さん持ってるね、いらっしゃる方だと、いや、勉強好きなんかできないっていう、よく言われるんですよ。勉強なんか好きになれないっつって。あのですね、勉強なんかね、好きにならせるの簡単なんですよ。勉強好き。なんかこう、を育てるのはすごい簡単ですっていうのは、僕自身が結構勉強好きだったんですね。あの、多分これ同級生とかに言うと、信じられないような顔されるかもしれないですけど、はっきり言って、勉強僕、未だに好きです。なんで、本とかも毎年100冊とか読んだりしますし、ビジネスの勉強も毎日欠かさずしてます。それ、いやいややってんじゃなくて、しかも楽しくやってますからね、アウトプットもしてね。じゃあ、どうやったら好きになるかっていうと、特にお母さんに僕これ言いたいんですけど、お母さん、ガミ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 言う人いますよね。ガミガミお母さん、鬼みたいなお母さんね。 もちろん子供のことよくね、考えてるから鬼になってるのはよくわかるんですよ。でもね、もう机の前にね、
こう1時間も2時間もね座ってんのって苦痛ですよ。ただのここに教科書がある、もうできるまで、あ、ドリルがある、できるまで、もう眠らしくんない、飯も抜きみたいなことやってたら嫌いになるのは当たり前じゃんって話じゃんなんですよね。でこれやってる人が結構います。一方ですね、僕のお母さんなんかもそうだったんですけど、僕ね勉強やるって言われたこと一回もなくて、今まで一回もないんですよ本当に、お母さんに。でそんな中成績どうだったかっていうと、まあ、別に悪くなかったわけですよね。というか未だに勉強好きって言いましたけど、僕のお姉ちゃんなんかも結構頭良くて、よく勉強してましたね。字もすごい丁寧で僕と違ってね、なんか一目置かれるような感じでしたけど、要はあんま言わない人の子供さんっていうのは勉強好きな子多いんですよ。実は勉強が好きな子の特徴、親ね、母、特に母、母がうるさくない、それからもう一つ褒める、褒めます。でこれ結果に対して褒めるんじゃないですよ、行動に対してですよ。言ってるのは行動に対してしっかり褒めます。じゃあテストで一生懸命勉強しました、一生懸命勉強してる姿勢をねこう見てるわけですよね、夜に。でテストが実際何ですか、テストがじゃあね30点だったよと、あ、30点でがっくりして帰ってくるわけですよ、一生懸命やったのに、あーっつって帰ってきたのに、お母さんがね鬼になって、なんでこんな点数取ってくんのあんたアホねみたいなこと言っちゃったらやる気なくなるのは当たり前じゃん。だってもうただでさえ一生懸命勉強して30点しか取れてなくて落ち込んでんのにもかかわらず追い打ちをかけるわけですよ。これ何のために言ってんのって僕いつも思うんですよね。じゃなくてね、結果に対してどうこう言うんじゃなくて、これに対して言うんですよ。この行動に対して、 あなたでも今日30点だったけど昨日一生懸命勉強してたじゃないっつって、あれを続けてったらきっと今度はもっといい点数取れるよとか、あの大丈夫だよって言ってやればいいんですよ。もう褒めてあげてたら、あんなに一生懸命やってる姿見えて嬉しいみたいなこと言えばいいんですよね。あのね、お母さんにこれ言うとなんかね、そんなこと言うんですかみたいな顔する方本当にたまにいるんですけど、言えよって感じです。僕から言わせたらそのぐらい子供大事でしょって話じゃん。だって子供が落ち込んで帰ってきてるのに追い打ちかけて何が楽しいんですかあんたって話なんですよ。バカなんですよね僕から言わせたら。あのね、ラベリングって聞いたことあります？ラベリング、これは心理学の世界でいう、まあ、心理テクニックの一つなんですけど、ラベルってこういうラベルですよ。いろいろラベルありますよね。この子はすごいとか、すごいとか、運動できる、こいつは字が汚いとかさ、字が汚い、こういうラベルをどん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 周りが貼っていくんですよ。運動できるねとか、あの頭いいねとか。そうするとこの子何考えるかというと、自分は頭がいいんだって思うんですよ。自分は運動ができるんだって思うんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、潜在意識にこういうのが刷り込まれていって本当に運動できたり頭良くなってきます。っていうのは、例えばじゃあ30点、同じ30点取ったとしてもね、100点満点で30点取りますよね。それを取った瞬間に自分は頭がいいって思ってる子は、こんなはずないって思うんですよ。おかしい、なんでっつって結構悔しがったり残念があったりして勉強しだすんですよ。だって自分は頭がいい状態がコンフォートゾーンですね。コンフォートゾーンっていうのは、なんて言ったらいいかな、自己イメージの中で一番心地がいいゾーンですね。要するに自分は頭いいと思ってるやつは、低い点数取ったら今度の点数で挽回するんですよ。でもここがね、あんたアホとか言っちゃってる人がすっげえ多い。アホだと思ってるやつは、言われて育ったやつは、もう自分はアホだと思って育つんで、じゃあ30点取っても、でもいつもよりよくできた方だとかつって、なんか、むしろ勉強しなくなっちゃったりするわけ。どん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 アホになってくるんですよ。いいですか？だから僕何言いたいかっていうと、周りの環境めっちゃ大事なんですよ。で、特に大事なのは母親。
もう父親ももちろん大事ですけど、母親は超大事です。もう母親の愛情っていうのは世界一ですからね、言っときますけど。世界一影響力があります、子供に対して。特にちっちゃい時はね。だから母親が、あなたは素晴らしいとか、あなたは頭がいいとか、まあ頭いいとかとかは別にいいんだけど、素晴らしいとか、あなたはやればできる子とか、あなたは努力する子っていうのを、この子に言ってればいいんですよ。そうしたら、そういう子になってくんで、勝手に。いいですよね。ちょっと熱くなってきちゃった。そんな話したら。もうあんまりにも知らなすぎる人が多すぎるから。勉強のことっていうのは専門家じゃないと分かんないと思うし、大学受験とかした方だったら結構勉強のテクニックとか知ってますよね。でも、育てるってなるとちょっと別の話なんですよ。ちょっとね、いい機会なんで勉強してほしいなと。この動画でね。なんか偉そうに言ってますけど、僕だって全然初めは知らなかったですよ。全然何にも勉強のこと知らなくて、大学受験して、大学生の時いろいろ心理学とか習って分かったわけなんですよ。であんまり気にしなくていいけど、まあ、せっかくなんで、今ね理解してください。で、じゃあごめんなさい、ちょっと主題がそれました。早生まれの子がどうやったら良くなるかっていうと、10歳まで待ってください。その間、小学校1年生からね、3年生までどうしたらいいんですかっていう話なんですけど、1年遅れぐらいのやつやればいいんですよ、本当に。小学校1年生の時にね、2桁の足し算引き算できないとかって言ったら、もうできなくていいから、ガミ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 うるさく言うのやめてもらって、もうむしろ褒めてください。勉強やってたらの話ですよ。勉強やってなかったらダメですよ。勉強やってて、ああ、勉強やってて偉いねとかって言ってればいいんですよ。で、2年生になったら小学校1年生のやつやればいいんで、で、3年生になったら2年生やって、4年生になったら3年生やってください。あ、でもそんなこと言っても困るわとかってよく言われるんですよ。これ言うと。学校の勉強についていけなきゃいけないって言って。あのね、言っときますけど、ついていけません。相当やらないと。他の子の倍以上やらないとついていけませんよ。早生まれの子は。だから、ついていかなくていいです。ほんまに。勉強嫌いにさせないでください。ここの時に。勉強嫌いになると本来だったら伸びるはずだった小学校4年生から勉強しないんで、どうせね。もう生意気になっちゃって。伸びないんですよ。じゃあどうしたらいいのかっていうと、小学校4年生とか5年生とかの時に、もうガッと2、3年分やっちゃえばいいわけですよ。ここでやっちゃったら追いつけます。本当正直というか、これ断言してもいいですけど、追いつきますんで、この時にしっかりやれば。小学校の内容ぐらいは。中学受験用の超難しい問題できますかって言ったら、ちょっとそれは断言できませんけど、普通の公立中学校は、これ小学校でやるようなことっていうのは、追いつくんで、しっかりやればですよ。この時やらせてください。で、この時に勉強大好きとかなっとけば、やるんで。実際僕もやったし、小学校5年の時は。そういう子もいっぱい見てるしね。やらせてください。はい。よろしいでしょうか。うん。なぜ早生まれの子が不利かっていう話なんですけど、なぜ不利なのか。これは単純に、脳みそのこともありますけど、語彙力の話ですね。語彙力がない。語彙力って分かりますよね。言葉を知らないってことです。そりゃそうですよね。だって、生きてきた年数が5年のことを、ね、6年の子じゃ全然言葉の数が違うわけですよ。知ってる言葉の数が。だから、学校でね、じゃあ足し算を習いますって。足し算っていうのはね、って言って、これにこれを合わせるとかっていうわけじゃないですか。合わせることだよとかって説明したら、合わせるって言葉を知ってる子は一発で理解しますよね。あ、合わせるなんて2個だなっつって。でも合わせるって言葉知らなかったら、もう学校の先生が言ってる意味が全然理解できないわけですよね。だからみんなが分かってるのに私は分かんないってなるわけですよ。じゃあ合わせる分かんなかったら一緒にするとかね、これにこれを一緒にすることだよとかって言ったら、一緒って何先生とかになるわけですよ。
で、理解できないまま、落ちぶれていってしまうと。で、理解できないまま落ちぶれるっていうのは、理解できないままになっちゃうわけで、なんでかっていうと、このお母さんが出てきて、あんたなんでわかんないの、アホね、つってやる気なくしちゃうからですよ。あのね、子供ってのはめちゃくちゃやる気の塊なんで、やる気の塊です。これ断言しますけど、子供はやる気の塊です。好奇心旺盛で、なんかちょっと、言葉が悪いですね、今日。やる気の塊、好奇心旺盛で何でもかんでも知りたいんですよ。本当に知りたいの、いろんなことを。だから、みんなが歩いてたら歩きたがるし、みんながチャリンコ乗ってたら、チャリンコ乗りたがるわけですよ。そのぐらいやる気の塊になるにもかかわらず、ね、やる気をそぐ、やる気をなくすようなことを言う親がいるだけの話です。親の問題です、言っときますけど。いや、周りの、私のおじいちゃんがとか、私のおばあちゃんがとか、ね、隣のおばさんが、そんな変なことばっかり言うからとか、そういうのはもうどうでもいいです。周りの話はじゃなくて、あなたの話です。言ってんのあなたのことしか変えれませんからね。例えば周りにね、おじいちゃんがいて、おじいちゃんが子供のことめっちゃ説教して、いつも嫌がって勉強嫌いになっちゃったとかいう親いますけど、ふざけんじゃねえって話は僕が言わせたら、ね、だったらあなたね、母親だったら、母親の方が影響力あるんだから、しっかりやる気が出るようなこと言ってやったらいいじゃん。おじいちゃんより影響力ないわけないんだから、言ってあげてください。そうしたらやる気また復活するから。で、褒めてあげたらやる気の塊で、もうやる気満々で勉強だってやるようになるんで、ちょっとぐらい点数悪いなんてどうでもいいです。そんなことは小学校1年生、2年生、3年生くらいで、0点、全部0点でも別にいいです。気にしないでください。3年生、4年生くらいまではですよ。10歳くらいまでは。で、10歳って言ったらもう、平均の話なんで、僕が言ってるのは。じゃあ10歳になったら、じゃあうちの子は11歳ですけど全然勉強できませんとか、ね、勉強やってもついていけませんとか言う子いますけど、言う方いますけど、体がね、大きくなるのって個人差があるように、もちろん脳みその発達段階にも個人差があります。10歳になった瞬間にいきなり脳みそが頭でかくなるわけじゃないんで、いいですか、これ個人差ありますよ。9歳の子もいれば、もちろん8歳の子もいるし、14歳まで頭が脳みそがあんま発達しない子も中にはいます。なんでその辺はしっかり見れば分かりますよ。親だったら自分が言ったことを理解できてるかどうかね、そこで判断してください。それからまた話が逸れちゃったけど、もし本当に小学校じゃね、1、2、3年どうでもいいって言いましたけど、小1だったら小1の内容、小2の内容っていうのを理解させたいなってなったら、語彙力が足りないんで、語彙力がつくような指導をまずしてください。じゃあそれ何ですかっていうと、本を読むでですね、ちょっと説明しますね。これも本を読む、それから会話ですよ、親子の会話。いきます。本を読むって何ですかっていうと、これ本を読むって言いつつも言うとね、なんかね、こう難しい本を読ませようとするんですよ。電気とかね、電気に興味あればいいですよ、別に読ませても。なんかこう小説とかね、なんか絵がないやつね、こんなん小学校1年生2年生の子が読みたいわけないじゃん。 なんで読みたくないことやらしちゃうかなって思うんですけど、漫画でいいんで、漫画で教育してください。絵だけじゃ意味ないですよ、もちろん。じゃなくて漫画をしっかり読ませて、その後会話に持っていくんですよ。どんな話だったのって聞いてください。そうしたらこの漫画の内容がしっかり理解できてれば話できますよね。 できないんだったらもう一回しっかり読ませてください。漫画がつまんないったら別に他の漫画借りるなり買ってくるなりすればいいわけですよ。そのぐらいの投資できますよね、子供に対して。何百円ですかね。会話しましょう、そこで。じゃあ例えばね、何ですか、妖怪ウォッチですか、今だったら。妖怪ウォッチ。こう読ませましたと。妖怪ウォッチってどんな 話なのってするじゃないですか。そうすると、妖怪が出てきて、悪い妖怪を仲間にする話とかって言うでしょ、仲間。仲間とか妖怪っていうキーワード出てきましたよね。そしたら、妖怪いっぱい出てくるんだ。どんな妖怪がいるの、でそこから広げてください。あ、ジバナヤンだ、ウィスパーだ、ウサピョンだっていろいろ出てきますね。
ですか、あ、じゃあジバナ見ていきます。ジバナなんてどうやって仲間になったのとかって言って、どんどん広げていけばいいです。連想していってください。ジバナなんてなんでジバナなんていう名前なのとかね、そういうジバクレイのジバから来てるんだよとか言うわけですよ。仲間ってどういうのが仲間なのって言うと、一緒に戦う仲間とか言うじゃん。そしたら、戦うって何、どういう感じって言ったら、一緒に協力して何とかする人とか。そしたら、どん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 語彙力増えますよね。協力とか、戦うとか、自爆霊とか、そういう話が、会話の中で語彙力が身についていくわけですよ。だから、頭いいこと悪いこの特徴の一つなんですけど、これも。会話。親との会話をしているかどうかっていうのがめちゃくちゃ重要です。脳みその発達段階の話はちょっと今置いときますよ。またそれ別の話なんで。今、語彙力の話ですからね。語彙力があるかないかっていうのは、それまでどのぐらい言葉に接したかっていう、言葉との接触頻度によります。言葉との接触頻度。接触頻度ね。頻度かけない。頻度。はい。言葉との接触頻度によりますね。だから、言葉との接触頻度っていうのは基本的には親との会話なんですよ。本ももちろんありますけど、本の中から吸収する、親との会話の中からさらに吸収する。で、アウトプットが超大事なんで、まあ、本に対してアウトプットできないから、親にアウトプットさせてくださいね。それができたらインプットしてアウトプット、さらにインプットアウトプットって流れができてくるんで、どん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 語彙力上がってきますよ。そうすれば学校行ってね、じゃあ足し算っていうのは足すっていう意味だよね。足すっていうの言葉が理解できるんで、先生が言ったことが理解できて、授業が理解できて、で、点数上がっていくわけですよ。わかりますか？ここのとこを意識してください。なんかちょっと、興奮して言葉が荒くなりましたけど、ポイントは2つです。1つ、脳みその発達段階。脳みそね。で、2つ目、語彙。これを意識して、教育してください。いいですか？あんまめちゃくちゃ難しいことやらしちゃって無理ですよ。いいですか？そうだ、ちょっとこれも言わないといけないけど、直感的思考とか、ね、あと、直感的思考のことを感覚的思考って言ったりとかもするんですけど、あと論理的思考段階っていうのもあるんですよ。はじめは直感的、感覚的思考段階から入り、10歳を境に論理的思考段階に移ってきます。だから、暗記とかそういうの直感というか、論理関係ないんで、暗記はできますよね。ただ、数学の文章問題みたいな論理的な記述問題っていうのは、脳みそがその論理思考に入ってないとできないんで、そこは様子見てやってください。で、語彙力、さっき言いましたけど、会話ですよ。本当、会話してくださいね。子供にもっとというか、適切に投資してください。投資っていうのはお金であったり、時間であったり、ありますよね。もう大事なお子さんじゃないですか。でもしあなたのお子さんが、ね、やる気なくしてるんだったら、ちょっと見直した方がいいと思います。やる気なくしてるんだったらですよ。まあ、できればやる気なくしてないね。のびのび育ててあげたら僕はいいと思いますけど。子供がいくら言ってもできないからイライラしてきちゃうっていうお母さん、よく、もうね、10人話したら9人ぐらいそうなんですよ、ぶっちゃけ。子供と変わらないんで、それって、できないから教えてるんで、イライラしてぶつけてたらどんどんやる気なくなってっちゃいますんで、気をつけてください。脳みその発達段階、論理的な話は10歳以降で、あとは会話の中で語彙力を磨いてください。読書と会話の中でね、これができたら、早生まれだろうが、一学年下だろうが、三学年下だろうが、どん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 勉強できるようになりますんで、ぜひ参考にしてください。ちょっと思ったよりめっちゃ長くなりましたね。感情が溢れ出してきてしまいました。お役に立てれば幸いです。では、失礼します。